9月、地震から半年が過ぎ、各地では多くの復興イベントが行われています。南会津でも避難されている方を招待し、皆さんが集う場所を作り、元気を出そう、頑張ってと地域ぐるみで応援してきました。南会津や福島市の旅館に避難し、久しぶりに集まった皆さんは、祭りを楽しむとともに、ふるさとの友と出会い、話ができたことが何より良かったと話していました。もうどこでもいいから家族一緒に住めたらいいなと思うね。それぞれのイベントでは郷土料理を味わったり、訪れた方や町内の児童の皆さんに寄せ書きをお願いし、復興を願うメッセージも掲示していました。9月14日、只見町では風とロックと題したライブイベントが開催されました。このイベントは県内6カ所を横断しながら開催する野外コンサートです。被災された方、福島県が早く元の生活に戻れるよう、そして福島に遊びに来て福島を知っていただきたい、福島の良き理解者を一人でも多く増やしたいと多くのアーティストが参加し開催されました。会場となる只見町四季の里ゆらりでは、関係者や地元のスタッフが忙しく動いていました。午後3時、どんどん人が増えていきます。どちらからですか？茨城。はい。ご夫婦で。そうです。はい、はい、こちら来るきっかけになったのは何ですか？そうですね。情報。荒垣ロックフェスに参加して、荒垣、宮城県で行われた、はい、そこでここでやるっていうのを知りまして、来てみようかなと。はい、会社休みなんです。はい、休みなんですね。はい、ね、もうみんな私たちね、福島県のとこね、なんか一つで、ね、嬉しいですね。お隣同士なんで、はい、一緒に頑張っていけたらと思います。こういうライブとか人が集まるとこに来るとなんか変わります？まあ、元気になりますよね。元気になります。期待する言葉を。まあ、もっともっと、福島が元気になれるように、今日は目いっぱい騒いでいきたいと思います。あ、同じように、福島だけじゃなくて日本全国が、元気になるように、はい、頑張っていきましょう。やっぱり元気になりますから、こうやって集まると。そうですね、やっぱりね、違うと思います。はい、はい、今バスシャトルバスで、はい、今日は前からこれに来ようと思ってたんですか？いえいえ、うちの人がぜひ来たいということで突然だったんですけど、突然思えたと。はい、はい、そうですね、今日初めての野外ライブランで思いっきり楽しみたいと思います。はい、企画の初日なので一緒に盛り上がりたいと思います。オープニングの地元やなどりの神楽の後、ライブが始まりました。訪れた皆さん、緑に囲まれた会場で思い思いの場所に座り、ライブを楽しんでいます。地元只見高校野球部です。今日は部活が休みで会場へ駆けつけました。
活ないです。はい。なんか嫌じゃない？なんで？感じや。楽しいです。楽しい？はい、嘘。これ。はい、今日の感想を。今日は、はい、みんな楽しく、いい雰囲気で楽しいです。ピッチャーとレフトです。最高です。最高です。こうやって人集まってんの見ててどうかな。いや、賑やかで楽しいです。はい。雰囲気のいい部活ですね。はい。今日はすごい賑やかだけど、どうですか？そうですね。野球部もうボランティアなので。復興に向けて頑張っているので、ボランティアやったりしてるの、はい、こういう場でも盛り上がって野球部から盛り上がっていきたいです。はい、一緒に頑張りましょう。よし、はい、よし、この元気で部活も頑張ってください。このライブへの協力は想像以上に多く、今までの南会津のイベントでは経験したことのない協力の大きさを感じました。福島県内堀副知事も駆けつけていました。県の方ですか、はい、今日のこの風とロック福島ライブのこのフェスティバル、本当に楽しみにしていました。というのもこれまでも何年かずっと続けてきた企画ではあるんですが、今年は3月11日大震災の後、そもそもこのライブイベントをやっていいのかどうか、そこから柳井さんたちと悩んだんですね。けれど今年こそやらなきゃいけないんじゃないか、そしてそれも例年ですと1箇所だけでやるんですが、今回は6日間この只見を皮切りに最後はいわきまでずっと福島を横断するビッグプロジェクトにしました。でこれで福島県今いろんな意味で厳しい状況にあって悩んで苦しんでるんですけれど、会場に来ていただいた方に少しでも元気になってもらって、そして福島の復興に向けてみんなでね、上を向いて頑張ろうって、そんな気持ちになるきっかけのイベントにしたいなということで、ここまで一生懸命汗をかいてきました。あるいは只見だと豪雨災害で苦しんでいる只見も、あ、こんなに頑張ってるんだな、元気があるんだな、それを実感して帰ってもらうことが間違いなく明日へとつながると思いま ですよ。今から始まるライブイベントはものすごいパワーがあるので、受け止めきれるかなっていうぐらいのパワーがあるんで、今日充電して明日への活力につなげたいなと思ってます。はい、とにかく今は一つの市や町や村の力だけでできる状態じゃないです。当然福島県が皆さんと一緒になってやっていく、それが復興への第一歩になりますんで、県は本当に皆さんと一緒に力を整えて頑張りたいなと思います。はい、私も一緒に、はい、そしてこのイベントを企画したプロデューサー柳井さん、はい、よろしくお願いします。この天気がすごくいいことが一番嬉しいです。はい、皆さんの表情にもかなり笑顔が見えますが、そうですね、もっと笑顔になると思いますよ、ライブが始まると、ね、だからミュージシャンを見てるよりお客さんの顔を見てる方が面白いって、珍しいイベントだと思います、きっと。はい、会社サボった人はねちょっと心配ですけどね。はい、もうみんなはどんな風にしたくてどんな風にしたいんだっていうので心動かされたって、うん、書いたのを読んだんですが、はい、その時の気持ちを。そうですね、それはすごくやっぱ福島の人たちの良さもよく知ってるつもりだし、もちろん自分も含めた良さなんですけど、すごくやっぱり遠慮深くて悪く言うと引っ込みじゃんで、じゃあ自分が何かみんなを押しのけて言ったりしたりってことをなかなかこう美徳としない人たちだと思うんですよね。僕もずっとそうだったんですけど、そういう中でブラフマンの敏郎にいわきのライブで、それだけじゃそろそろ足りなくなってくるんじゃないんですかってこう問いかけられた、あれはすごく僕にとってすごい重かったですね。ただどうしたいのか
どうしろって言われてもすぐに何か答えが見つかる状況ではない中で、すごく、きつい問いかけだとは思うんですけど、ちょっとでも多めに元気のある人がね、実際福島のリーダーたちとお会いする中で、若い人たち含め、やるぞって感じの人たちも、この半年経ってたくさん出ているのを僕実感しているので、ここからだと思いますね。じゃあこのライブで、はい、その力がみんなに湧くっていうふうにも期待しますよね。そうですね、そうでありたいし、ここにやってくるミュージシャンたちも被災地の人に力をもらって帰りたいって思ってるミュージシャンも話をしてるといますし、あとはまあそこまで重く考えないで、毎日いろんな思いをこう自分の中に抱えて暮らしてきた人たちが、ちょっと気持ちが今日楽になったり、ちょっと強い思いをこう自分の中に見つけられたりしたら嬉しいなと思います。元気な言葉を。元気な言葉ですか。すごく、もう一言で言い切れないんですよね。今自分の気持ちがすごく難しいです。猪苗代湖コズの I love you and I need you 福島っていう気持ちも強くありますし、今回のイベントのスローガンである Nothing beats 福島 does it っていうね、福島はくじけないぜっていうのもありますし、そんなこと別として、大変だね、お疲れ様ですって言いたいし、自分の中でもなんか整理できないまま初日を迎えて、6日間できっと新しい一言をみんなと一緒に見つけるんじゃないかなと思います。はい、はい、ありがとうございます。そろそろ時間なんで、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。じゃあ皆さん、はい、目線ありゆうかさんの前目線ありだ。はい、ロックというとイケイケドンドンというイメージでしたが、柳井さんからは気持ちを安心させる話を聞くことができました。ライブはどんどん賑やかになりました。お母さんと一緒に会場に来た女性は、今までやっていたバンドをまたやりたくなったと話していました。いや、只見でこんなイベントがあるなということなんで、もう娘がやってたんで、バンド活動とかやってたんで、でも、もうそういうのをずっと見てきたんで、だから今日はもうすごく興味があって楽しみしながら来ました。初めから見てます。そうです、はいはいはい、もう駐車場混むと思ったからもう早くに来て、ずっといました。立ってやってましたね。そうですね、はい、気持ちを若返らせながら、はい、あ、じゃあ娘さんもバンドやってたんだ。どうですか今日は。楽しいです。青のりつり沢のとこって今ないんですか。そうですね、畳でこういうのっていうのはあんまりないですからね。そうですね、はい、はい、今はバンドやってないんですか。今はちょっと休憩中。休憩中、はい、じゃあなんかまたやる気になったりして。やりたい。今すぐにでも歌いたいです。ライブの合間に行われた大声コンテスト。じゃあお願いいたします。ここへ出たことも大きな行動の一つ。会場では皆さん思いっきり弾けていました。